皆さんこんにちは。今回は菅沼7プロについてご紹介していきます。2018年にプロ転向後、着々と結果を残しており、初優勝が待ち遠しい選手の一人です。その可愛らしいルックスにも注目が集まっています。菅沼7プロは2000年2月10日生まれの22歳です。身長158センチメートルで東京都立川市出身です。父親の影響で5歳からゴルフを始めています。父親のドライバーでボールめがけて初めてスイングすると、偶然にも当たったことがきっかけのようです。ゴルフ好きの母親と元ゴルファーで、ゴルフ練習場でティーチングスタッフをしている父親から英才教育を受けていました。6歳での初ラウンドは130と彼女の才能の片鱗がうかがえます。小学3年生で競技デビューを果たしていますが、期待にはすぐには応えられず、そこから中学2年生までは特に目立った成績を残せていません。しかし中学2年生から片山慎吾プロの専属キャディを務めたり、大山志保プロや横峯さくらプロなど女子トッププロの指導を行っていた坂爪和久氏に師事すると、めきめきと実力をつけていきました。埼玉栄高等学校に進学した菅沼プロはより一層ゴルフに打ち込みます。この高校のゴルフ部は全国大会でも優勝するなど強豪校として名高い高校だったため、多くの刺激をもらった菅沼プロは結果を出し始めます。アマチュア時代の成績として、2015年の石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ、2016年の東日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権競技、2017年の日本ジュニアゴルフ選手権競技でそれぞれ優勝を飾っています。高校3年間で輝かしい成績を残した彼女は、いつしか有望株として一目置かれる存在へと成長を遂げていました。2018年に埼玉栄高等学校を卒業後、プロテストに挑戦し一発合格を果たしています。プロ転向後の2019年シーズンは30試合に出場し、賞金ランキング62位とシード権の獲得はなりませんでした。しかし翌シーズンの出場をかけたリランキングで上位となり、ツアー出場資格を得ています。2020年の伊藤園レディースゴルフトーナメントで6位、2021年のヨネックスレディースゴルフトーナメントでは自己最高の8アンダーでベストスコア賞を獲得し3位に入っています。2022年シーズンに入るとヤマハレディースオープン葛城で3位、リゾートトラストレディースで2位に入るなど着実に実力をつけています。優勝まであと一歩と試合のたびに期待が高まっている菅沼プロですが、そんな彼女の強みは父親と作り上げてきた正確なスイングとパターです。飛距離は決して飛ばせる方ではなかった菅沼プロですが、父親と二人三脚でプロゴルファー菅沼奈々のスイングを作り上げてきました。感覚派と言われている菅沼プロは、強い選手を真似るのではなく自分の中の感覚を大切に4つのポイントを頭に入れてスイングしています。1つ目は高く上げるほどオンプレーンに下ろすことです。バランスが良く綺麗なスイングが可能になります。2つ目はバックスイングで左足体重をキープすることです。遠心力最大の軌道を生み出すことができます。3つ目はインパクトで左腰をその場でターンすることです。体幹をしっかり使ったスイングができるためショットの安定性が増します。4つ目は始動からインパクトまで 1.65 秒がベストだということです。時間をかけすぎても力んでしまうためです。この4つを常に頭に入れてスイングすることを心がけているようです。正確なドライバーショットは父親との努力の結晶から生まれたものなのですね。また菅沼プロの最大の武器はパターです。彼女自身もパッティングには本当に自信がある、パターなら10メートルでも入る自信がありますと語っています。しかしその自信の背景には並々ならぬ努力があります。小学6年生から毎夜のパター練習を欠かしたことがないというから驚きです。寝る前にボールを転がすレールとストロークプレーンをしっかり把握できるパターマットや器具を使って10分間集中して行っているそうです。実家にはこの練習セットやトレーニング器具が全て揃っており、菅沼プロのゴルフは両親のサポートなしでは成り立ちませんし、みなぎる自信はこの練習の賜物と言えそうです。父親との努力によって才能を開花させてきた菅沼プロですが、
2020年に不安障害の一つである広場恐怖症であることを公表しています。高校2年生の時に突然症状に襲われました。自宅から埼玉栄高等学校に通う電車に急に乗れなくなってしまったのです。病院を5軒回り、出たのは不安障害の一種である無気力症候群という診断でした。無気力症候群はその人の一番の本業に対してだけ無気力になっている状態のことを指します。学生であれば学業に対して、専業主婦であれば家事に対してのみ無気力になることです。この症状は強いストレスから心を守る逃避行動だとも言われています。菅沼プロの場合、幼少から期待されたことやツアー参戦への身体的や精神的な負担から発症した可能性が高いと考えられます。この症状によって一度はゴルフから遠ざかることがあったようですが、なんとか高校も3年間電車通学できるまでに回復しました。しかしプロテストを合格した後から症状が再発してしまいます。公共交通機関などの長時間移動に対して激しい恐怖や不安を覚える広場恐怖症と診断されました。広場恐怖症とは、強い不安に襲われた時にすぐに逃げられない、または助けが得られそうにない状況や場所にいることに恐怖や不安を抱く状態のことです。公共交通機関の利用や閉鎖的な映画館や店、人混みによっても症状が出てしまいます。菅沼プロはツアーフル参戦の出場ができるにもかかわらず、飛行機や新幹線、船などの移動が伴う北海道や九州の試合には出場さえかなわない状況でした。なんとか出場するべく努力したものの、新幹線のホームでうずくまって号泣することも多く、大半を欠場しなければならなくなったようです。それを見かねた父親が車移動なら発症しないと聞くと、10時間以上かけて運転し試合会場まで送迎していたこともあったというエピソードも公表しています。1時間に1回はパーキングに止まらないと体が固まってしまうので、全国のサービスエリアに詳しくなりましたと笑顔で語る姿には、本当に勇気づけられる人も多いでしょう。この前向きな性格も彼女の強さの一つであると言えます。また菅沼プロの場合は服薬治療も可能ですが、服薬することで LPGA のドーピング規定に抵触しかねないこともあり踏み切れていません。現在ではカウンセリングや自然療法を取り入れて治療に努めています。完治した人の本を読んで参考にしたり、一人でツアー転戦できるように運転免許証も取得したといいます。自身で車移動できることで北海道と沖縄のみ大会を欠場しているようです。大会に一つでも多く出場することは、同じ病気の方々に勇気を与えられると語る菅沼プロの意識の高さには頭が下がります。いかがでしたでしょうか。父親との二人三脚で実績を少しずつ積み重ね、念願の初優勝まであと一歩と迫っている菅沼プロのこれからの活躍が待ち遠しいです。病気としっかり向き合い、体を第一にして、ぜひ勝利をつかみ取ってほしいですね。皆さんで応援しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントを残していただけるとありがたいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。